電検3種、機械、照明、平均照度の計算。いくつかの照明を使用する場合の平均照度 LX は次の式で計算できます。 N、ランプの個数、 F、1個あたりの光速 LN、 U、照明率、 N、保守率。計算で 40W 蛍光ランプ2灯用照明器具を4基取り付けた以下の条件であるとき、床面の平均照度 LX を求めたい。条件、蛍光ランプの効率は75Lumen/W、取り付けるのは間口 4m、奥行き 6m の部屋の天井、保守率 0.7、 床面に対する照明率 0.4。 解き方。器具1個あたりの光速は次のように求めます。 F=2×75×40=6000Lumen、 平均照度は公式を使って求めます。 E=4×6000×0.7×0.44×6=280LX。